景気が悪そうだな。待て。昨日から葉月の様子がおかしいが。心当たりはないか。それなら構わないが、少し気になることを言っていたからな。それを言いにわざわざ来たのか。なんだ。修行が足りない。精神修行が必要だとか。何のことだ。心配性だな。葉月のことが気になるのか。修行とやらで心の持ちようは変わるんだろうか。こんな時間に公園になんて。あ、そっか。もしかしてデート？どうしたの？なんだか元気がないようだけど。どこか悪いんじゃない？
はないようね。じゃあ、何か悩みでもあるのかしら。思春期の少年なわけだし、いろいろあるのね。よかったら話してみない？話すだけで気が晴れることもあるし、相談事だったらお姉さんが。あらやだ、高校生から見れば立派なおばさんだわ。でも何でも相談に乗るわよ。ありがとう。さあ、白状なさい。浮かぬ顔の原因は何だったの？しないわよ。本当よ。なんだか本当に深刻みたいね。幽霊が？そうなの。でも恋人との待ち合わせの場所でずっと待ってたなんてね。まあこの公園が？思いって残るものなのね。ごめんなさい。何でも相談に乗ってやるなんて大口叩いたのに、なんだかその幽霊に同情しちゃったみたい。ううん、その子にとっては大問題でしょ。本当に役に立てなくてごめんなさいね。そうね、親身になってくれる友達がいれば私が心配することもないわね、きっと。いけない、もうこんな時間だわ。急いで帰らないと麻美に怒られちゃうわ。もう夏は日が長いからついつい遅くなっちゃって、ダメね。そう、じゃあ途中まで一緒に帰りましょう。あ、そうだわ。よかったら明日、バイトの後、うちで食事してかない？もちろん。あさみなんて大喜びだろうし。やっぱり料理ってたくさん作った方が美味しいのよね。
明日待ってるわね。お客様ですの？いらっしゃいませ。夜分お邪魔して申し訳ありません。ご丁寧なご挨拶、恐れ入ります。とんでもない、こちらこそ。彼女、普通に見えるな。あ、お茶入れてまいりますね。あれ？ソチャですが。どうなさったんですの？大丈夫ですかしら？笑うなんて葉月さんに失礼ですわよ。見苦しい真似をしてしまって。いいえ、お気になさらず。今日のところはこれで失礼します。あら、もうですの？またお伺いしてもよろしいでしょうか？よろしければ私は構いませんのよ。ではまたお会いしましょう。丁寧な方ですわね。でも何しにいらっしゃったのでしょうか？まあ、そうでしたの。
それは嬉しいですわ。何の用ですか？アイロンかけた？
これって生地が弱いからあんまり熱いアイロン当てたらダメなのに。もういいです。自分でアイロンしてくれたんだ。ありがとうって言っておく。ついてたけど、この間のナンパのことも忘れてあげる。よくよく考えたら、ナンパができるような度胸ないもんね。じゃ、もう行くけど、また連絡します。来週の水曜日が七夕なの。今週から期間限定の重点商品よ。配達も結構あるからよろしくね。70センチくらいまでの枝を落としておいてね。兄ちゃん、アサミも手伝ってあげる。あるよ。バイトの後で。いやー、兄ちゃんがサナエみたい。もうクラスの男子ったら子供でさ、テレビとゲームの話ばっかりで付き合いきれないよ。お疲れ様。アサミが邪魔しなかった？ならいいんだけど。じゃあ悪いけど、これに束の半分ぐらい入れてお店の方に持ってきてくれるかしら。よろしくね。お疲れ様。あとはいつもの配達だけね。
今日はまず幼稚園や学校先に回らなきゃならないの。そうよ、これがなかなか数が多いからありがたいわよ。見てみたかったわね。それまで麦茶を出してあげて。任しといて。姉ちゃん、麦茶よりジュースとかの方が良くない？ご飯もおかずもおかわりあるからたくさん食べてってね。お口に合うかしら。分かってくれればありがとう。さあ食べて食べて、冷めたらまずくなっちゃうから。そう、冷めちゃったらまずくて食べられなくなっちゃう。もうあさみったら。これは変。
んなこと言ってる間に冷めちゃうわ。早く食べて食べて。言い出したら聞かないんだから。だって学校の先生も疑問があったらその時に解決しておきましょうって言ってるよ。でもこんな遅い時間に出かけるなんて。でしょ？本当にごめんなさいね。お願いね。